こんにちは、トロンボーンの村上美樹です。これから一緒に10分間ウォーミングアップをしていきましょう。楽器の準備ができたら動画を再生して一緒に吹いてみましょう。まずたくさん息を吸えるように体の準備をします。鼻から深く吸ってリラックスして吐きます。肺に空気がいっぱい入っているのを感じながら何度かやってみましょう。次は口が震える準備をしていきます。飛沫を飛ばさないように注意しながら30秒ほどやってみましょう。ほぐれてきたらマウスピース、出る音で構わないのでリラックスして鳴らしてみましょう。私はだいたい5分から10分吹いて楽器に移っていきます。それでは楽器を吹いていきます。今度はリップスラーをやってみましょう。トロンボーンは同じポジションでいろんな音が出ます。音と音の移動をしやすくするための大切な練習なので焦らずじっくりやってみましょう。まずここの音域でやっていきます。テンポは72、このパターンで1ポジションずつ下がっていきます。自分で考えたりしながらたくさん練習してみてください。ではタンギングをやってみましょう。このパターンでベから半音ずつ下がっていきます。テンポは変わらず72のままでいきます。
意な音域のクオリティに近づけるよう頑張ってみましょう。次は音階練習です。ベードゥアを1オクターブ1拍ずつ吹いてみましょう。テンポは変わらず72のままでいきます。次は倍にして8分音符で吹いてみましょう。できましたか？1から6は結構遠いので音を出すよりも早く間に合うようにスライドを素早く動かしてみましょう。ベードゥアのような蝶々の音階は全部で12個あります。スケールの練習をすると驚くほど読みが楽になるので夏休みのうちに全蝶取り組んでみてください。ではこの後も楽しく練習してね。また。